こんにちは、春です。いつもご視聴、ありがとうございます。皆さんは、子供の頃からのあだ名はありますか？名前にちゃんをつけたり、名字を少し変えたりとかはありますが、行動や見た目、名字を、ものすごく変化させたりと、変わったあだ名ってありますよね。今回の動画では、いろんなあだ名をご紹介します。あだ名から、名前を連想するのは無理かも。では、動画をご覧ください。ムエタイゴリラ。学校で男子に回し蹴りをかましていたら、いつの間にかムエタイゴリラっていうあだ名ついてた。パンツマジシャン。制服に袖を通したら、洗濯の時にパンツが入っていたらしく、勢いよく飛び出た。おかげでそれからあだ名がパンツマジシャンになった。コーチン、名古屋出身というだけ。総合病院。よく怪我をすることから。孤独死。学校で休憩時間いつも寝ていたから。バスロマン。名字音読みで大村くんはダイソン、梅村くんはバイソン、若林くんはジャクソン、下村くんはアンダーソン、津村くんだけはバスロマンだった。しかもバスロマンは津村じゃなくてアース製薬だし。エロ本探知機。妖精のエロ本を見つけまくる行間のあだ名。さらにすごいのは、エロ本だろうと少年ジャンプだろうと、素手で真っ二つに引き裂くこと。山田の隆。学生時代に鉢股していたから、日替わりで会っていたらしいのだが、週の相手の振り分けは、土日をいかにうまく使うかが大事だそう。秀吉。学生時代に、いちご狩りの季節だなぁ、と言おうとしてなぜか、刀狩りの季節だなぁ、と言ってしまい、しばらくあだ名が秀吉に。スポーツドリンク。学生時代に、水が目立って英語で、アクエリアスなんだよって発言してから、あだ名はスポーツドリンク。もやし。体型ではなくて、手書きの文字が、とにかくひょろいという理由で、卒業まであだ名はもやし。ゾンビくん。生徒の名前の入力で、高泉、と入力したつもりだったが、画面を見ると、高泉、と変換されていて、爆笑の渦に。それから密かに、あだ名はゾンビくん、締め名は。学生時代、髪が剛毛でくせ毛で量が多かった。高速で、三つ編みにしなければいけなかったので、私のあだ名は、締め縄だった。締めサバ。学生時代に、新しく仲良くなった子に、なんて呼んだらいい？って聞かれたのに対し、耳がバカだったので、締めサバ？って聞き返して、あだ名が締めサバになった。課長。学生時代からあだ名は課長。でも平社員です。日本兵。学生時代に、デートで水筒を持って行ったら、そんなあだ名が付けられた。ハチ公。大学の授業で、隣いいですか？って聞かれた時に、ぼっちなのに、あ、友達来るんで、とか言い続けてたら、あだ名がハチ公になった。夫人。国語の時間に、困った様子を、困ったざますと読んで以来、あだ名は貴婦人。